こんにちは。表参道で美容師をしていますえりこです。本日はですね、フィフスの秋冬コーデをご紹介していこうと思います。今回もですね、本当に可愛いお洋服たちばっかりで、秋から冬にかけて着れるお洋服をご紹介していこうと思います。フィフスさんといえばプチプラだと思うんですけど、ぜひね、皆さんもサイトをチェックしてみてください。ちなみに 10% オフになるクーポンとかもあるので、ぜひ概要欄ご覧ください。今回は全部で5コーデ紹介していこうと思います。早速1コーデ目こちらです。トップスがリブニットキャミ付きカーディガンで、パンツがイージーリブパンツです。このニットが私すごくドンピシャなんですけど、これキャミのニットとセットになってるんですよ。こんな感じで中がキャミソールになってるんですけど、これ単品でも着れるし、こうやってセットでも着れて、すごくね、着回しが効いて、しかももうデザインもちょっとシンプルで大人っぽい感じで、すごく可愛いですよね。全然チクチクしなくて着やすいですね。このキャミソールの方は縦にリブが入ってて、あと結構体にフィットするんですよ。ピターっとしてて、すごくね、着心地もいいです。このね、パンツはすごく履きやすいです。で、ちょっと大人っぽくしたかったので黒で合わせてみました。はい、そしてバッグ、じゃーん、こちらです。これ私もうすごくね、お気に入りのバッグなんですけど、ミニマルチポーチリングショルダーです。これすごく本当に着やすいし、今の時期にね、ぴったりなコーデかなと思います。お次こちらです。じゃじゃーん。私この2コーデ目が個人的に、なんだろう、新しい感じで、普段あんまり着ないのですごく新鮮なんですけど、インナーがフィットニットタートルトップスで、ノーカラーロングジレで、パンツがワンタックワイドパンツになります。もう別売りなんですけど、こうセットアップで着れるお洋服なんですよ。これめっちゃかっこよくないですか？ヘアアレンジも一緒にやっていきたいんですけど、これちょっと前髪薄めにして、もうあんまりほぐさないポニーテール、こんな感じで、これすごいしっかりしてる生地なんですよ。で、中にタートルとも合わせてるので、すっごいあったかいです。私結構ジャケット系とかがちょっと苦手で、こういうね、格好は割と勇気いるんですけど、これ肩がちょっとフレンチスリーブっぽくなってたりとか、あんまりかっちりすぎてない感じなので、こういうね、系統のお洋服が苦手な方でも割と挑戦しやすいんじゃないかなと思います。前をもう開けて着ても可愛いですよね。さっきのバッグを合わせます。タートルネックを着るときはもうこういう感じで、首元はすっきりさせてあげた方が絶対に小顔に見えます。はい、じゃあ次3個で目いきます。まず商品名がプチハイふんわりニットセットアップになります。アレンジはさっきよりもちょっとだけ高い位置でポニーテールしようかなと思います。ちょっとの差なんですけど、こんな感じになりました。このね、ニットもチクチクしないです。すごい着やすい。私ね、いつも朝にコーデ決めるんですよ、その日のコーデを。なので、ちょっと寝坊した時とか、あ、時間ないってなった時に服すごい迷うんですね。でもそういう時に大活躍するのがセットアップじゃないですか。ワンセットでパッと決まるから、私寝坊した時とか大体セットアップとかをね、着てるんですけど、これはもう持ってて損なしですね。私身長が161センチなんですけど、ちょうどくるぶしの少し上ぐらいでぴったりの丈感でした。これでくるぶしソックス履いてスニーカーとか履いたらもう可愛いかなと思います。セットアップってワンセットで決まるのもすごくいいんですけど、こう別々でも着れるので、今日はこのニットに下デニム合わせようとか、このニットのスカートにブラウス合わせようとか、いろいろできるので、もうね、着回しも抜群にできます。で、これにバッグはじゃじゃん、こちらです。カフェカラーハンドバッグです。もう名前からして可愛いですよね、カフェカラー。友達と遊びに行く時とかもぴったりだし、デートの時とかもすごく可愛いなと思います。はい、次じゃあ4コーデ目いきます。こちらです。じゃじゃーん。
雰囲気がガラッと変わって、今度はジャンパースカートですね。トップスがローゲージふんわりニットで、こちらがコットンジャンパースカートです。これちょっと可愛い系でいきたいので髪の毛下ろします。さっき紹介してたニットよりも全然編み目がね、粗い感じで大きくなってますね。すごく柔らかくてふわふわです。これはもうザ・モテるニットですね。このタポット感と柔らかさとこの色味もね、絶妙に可愛くないですか。肌にね、すごく馴染むなと思いました。で、こちらがジャンパースカートです。私160センチでぴったりでした。こんな感じで、これね、生地がコットン素材なので、これもね、すごいサラッとしてて着やすいです。今中にニット合わせてるんですけど、このジャンパースカートの下ね、このこれさっきこのコーデで着てたタートルネックなんですけど、これすごい体にフィットするんで、何も着てないともうほんとこういう状態なんですよ。なんだろう、エイリアンみたいで可愛いで、このね、ジャンパースカートの下にこういうタイトめなトップス着ても可愛いし、例えば白いブラウスとかも可愛い系のブラウス合わせるのも可愛いと思います。で、シルエットがあんまり広がりすぎてないシルエットなんですよ。なので可愛くなりすぎず、結構大人っぽく着こなせるんじゃないかなと思います。じゃーん、これにさっきのバッグを合わせます。本当にもうこれからの時期持ってて損なしです。はい、じゃあ次ラスト5コーデ目いきます。5コーデ目こちらです。じゃーん、今度はスカートコーデです。こちらがステッチハイネックニットとチュールロングスカートになります。これまずトップスなんですけど、この配色のステッチ今すごい流行ってますよね。これ絶対一つは持っておきたいアイテムかなと思うんですけど、なんだろう、本当にこんなにプチプラだとは思えない可愛さ。こんなね、色味も絶妙に可愛いし、これトップス前後差があるんですよ。横にちょっとだけスリットが入ってて、で、後ろステッチ可愛い。下はチュールロングスカート合わせてるんですけど、もうこのチュールスカートは間違いなく年中履けますね。また嬉しいことに、このウエストがゴムなんですよ。すごい伸びます。だから履きやすいし、年中履けるし、可愛いし、本当に困ったらこれっていう感じの、こう外せないスカートかなと思います。ちょっと髪の毛お団子っぽい感じにしようかなと思います。こんな感じで毛先残したお団子にしてみました。で、バッグこちらです。じゃじゃん、グリッターチェーンバッグです。このね、絶妙な光沢感可愛いですよね。このバッグも流行ってますよね。1個は絶対持っておきたいアイテムかなと思います。可愛いけど可愛すぎない、ちょっとカジュアルな感じも入れたコーデにしてみました。5コーデ以上です。いかがでしたでしょうか。本当にプチプラなんですけど、もうどれも高見えするし、こんなに安いとは思えないほどの可愛さで、全部トレンド抑えてるし、普段挑戦できないコーデとかも挑戦できるし、今回だったら2コーデ目のコーデとかプチプラだから気軽にね、挑戦できますよね。秋って本当に一瞬じゃないですか。秋一瞬だけど、秋服可愛いからたくさん買いたいと思うんですけど、この一瞬のね、秋のために高いお洋服とかをたくさん買うのってちょっともったいないかなっていつも思っちゃうんですよ。秋がね、長引いてくれればいいんですけど、もうそういうわけにはいかないので、まあ、フィフスさんとかね、プチプラですごく揃いやすいので、もう秋服もね、いろんなのたくさん買えると思うので、ぜひね、クーポンとか使って挑戦してみてください。概要欄に載ってるので、ぜひ概要欄見てください。ということで、何かありましたらコメントお願いします。ということで、またね、次はがっつり冬コーデもやっていきたいなと思うので、ぜひお楽しみにしててください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。